やっほー、メイクするよ。安定だけど、安定のメイクするんだけど、まあ今日はボイトレがあるのでお外に出るんですよ。怖いな外、台風怖いんだよね。ちょっとこれからメイクをしていきます。今ねリップを塗ったんだけど、赤のねリップを塗ったので、そういう感じにしようと思いました。どういう感じ、怖い、外出るのが怖いです。あのどういう状況になってるのか分かんないの、外ねどうなってんのか分かんないの、分かんない。音が、風の音が聞こえる。ちょっと前田真央さんお疲れありがとう、ホグピグさんハートありがとうございます。風のね強い音がちょっと聞こえました。今たった今聞こえました。いつもなんだかんだで福岡台風の、確かにそうなのかな、そうだといいんだけど。亀井さんファイトありがとうございます。なんかね夕方、福岡夕方やばいらしい。ですね、もうちょうど夕方なのよ外出るのがさ。私怖いよ、沼津さんハートありがとうございます。気をつけます、気をつけるよ。まあまあまあ心配せず、心配しない、 しすぎないでください。私も安全に外出しますので。こんにちは。安全でね、安全に行きます。休校です。そうなの、やっぱり休校みたいね。それほどちょっともう威力がやばいのかもしれない。なんか違うか、トラックの音だったわ今。ちょっとしたものなんか外の音で、え、風でなんか飛ばされてるんじゃって思っちゃう。武者さんファイトありがとう。なんかさ歌の練習、歌の練習っていうかさ、カラオケとかさ行きたいんだけどさ、今さ福岡カラオケないんですよ。全然閉まっちゃってんのよ。だから全然行けないし、そう行きたい、練習したいんだけど、練習しに行きたいんだけど、でもボイトレが
あるのがだからね、ありがたいんですけどね。ダーチさんファイトありがとうございます。ケースケースさんハートありがとう。こんにちは。緊急事態宣言中です。ヤシタンさん、さゆりありがとう。全然話変わるんですけど、みんなって LINE とか返すのすぐ返す派ですか？私は、ま、時と場合によるんですけど、まあ、どちらかというと結構早いかも。なんかあんまり通知を貯めるのが嫌なので。昼休憩、山崎さんハートありがとうございます。通知を貯めちゃうのがちょっと嫌だから割と返したりするんだけど、その女子と男子で結構、女性男性でちょっと変わるのかな、そういうのって。まあ、人にもやるんだろうけどさ、平均的に見たときに女性の方が早いとか男性の方が早いとかあるんかなとか思って。通知ね、早く、あ、貯めたくないの私もそうです。時間があるとかそこで返す、あ、見るときは見る的な、見るときは見るっていうか見たときに返すって感じ。本当に携帯見ない人っているのかな。なんかさ、今さ、携帯ってずっと見てる気がするね。携帯はずっともうそばにあるから。そう、まあ、でも、ね、なんか寝ちゃって私は寝ちゃってる時にすごい通知が溜まっちゃってる時が結構あって、ちょ、怖いんだよね、その時。なんか怖いっていうかさ、すごいさ、寝てる間にさ通知めっちゃ溜まってると、何があったみたいなになって、ちょっと怖いんですけど。名指しがあると、いや、名指しあったらさすがにね、さすがに返します。相手にもよるかも、相手によって変えるというね。なるほど。なるべくね、なんか返信は早い方がいいですよね。寝ちゃってて全然見れてなかったとかはあれ結構あるから、うん、すいませんという感じなんだけど。それ以外は基本見てるからな、携帯を。自分は読んだらすぐ返します。未読するよね。未読ね。時と場合によるな。なんて返すか迷うときは未読しちゃうけど。
ぱい通知来て溜まってた時の怖いな、あれ何何っていう。仕事の連絡とかじゃないかなとか思ってちょっと怖くなる。やばいやばい、寝ちゃって見てなかったみたいな。こんにちは。最近ちょっとメイク早くなったかもな。いや、そんなこともないか。公演の時のメイクはね、結構時間かかるんだよね。まつげを上げるとまつげに時間がかかっちゃうので、まつげって結構時間かかるんですよ。そう、上げたりね、こうやって上げて微調整みたいなのあるので時間かかるんだけど、普段はあんまり上げてないね私。国章さん、国ありがとう。吉田さん、かわいい、ありがとうございます。なんだっけ、あ、お昼か、今日、今もお昼なの。お昼ご飯食べた？お昼ご飯は食べましたかね、皆さん。まだこれからかな、早いかな。まだか。朝ごはんまだ、朝まだな。もうそれは朝ごはんじゃないね。もう昼ご飯ですね。よし、ジェラピケ買えそう。いや、買えないね。買えないねっていうか、もう完売らしいです。完売らしいし、ジェラピケ高いもん。高いもんね。シュウマイイベント、崎陽軒のシュウマイ、私食べたことないかも。崎陽軒のシュウマイは食べたことあるね。月見バーガー食べた。おー、洗濯物干したら、カップラーメン。お、アイスにしよう。あ、チャーハンとラーメン、あー美味しそう。
美味しそう。814、ありがとうございます。光ってます。今日もです。こんにちは。2週間ぐらい経ってる。そう、800からあっという間です。ガルボってさ、なんか美味しいよね。ガルボってなんか美味しいよね。好きだよ、アイデア。ガルボ、ガルボってなんかすごい、めっちゃなんていうの、しっかりしてるよね。一粒一粒しっかりしてるチョコだから食べ応えがありますね。ホワイトが好きです。私はホワイトチョコ。ガルボのホワイトチョコは好きですね。しようとしたっけな。あれか。今日はノーマルだけど、ノーマルがまあね、一番安定って感じだよね。ホワイトチョコのホワイトチョコが本当に美味しいと思う。ホワイトチョコの美味しさを分かってくれる人がいいです。ホワイトチョコの美味しさを分かってほしい。いやでもね、嫌いっていう人もいると思うよ。なんか喉にグッ
グッてくる感じの甘さ。いや、とにかく甘いじゃないですか、ホワイトチョコは。甘いのが苦手っていう方は本当無理だと思うから、あれなんですけど、ホワイトチョコの美味しさはちょっとね、分かってほしいよ、みんなに。ホワイトチョコ好き。おお、ホワイトチョコは美味しいよね。こんにちは。鼻のとこはちょっと薄くね、やることによってちょっと見え方変わります。お鼻のもはやアートです、芸術です。影を入れてあげることによって言い方が変わってくるのです。まあどっちにしろマスクで落ちちゃうのですが、北海道ロイズのホワイトチョコ、北海道ロイズの食べたことないかも、私食べたことないかもな。HKT 超絶おじさん、だるまありがとうございます。雨降ってるね、すごい雨降っちゃってるわ、光ってるけど。今日はボイトレあります、ボイトレ、ボイストレーニング。ホワイトチョコが、ホワイトチョコ食べたい。メイク、何でしょう。メイク、あと。メイクは終わりかな。エリジャン先生です。に見てもらっております。
そうです。でも今日は神さん、可愛い、ありがとうございます。今日でも夜ね、見たい、ジュラシックパークだっけ、ジュラシックパーク見たいんだけど、9時からなんだよね。あ、ロストワールド、あの9時からなんですけど、9時に帰ってこれたら最初から見れるんですけど、9時までに帰ってこれれば最初から見れるんですけど、帰ってこれなかった場合は途中から見るかもしれない。どうだろう、わかんない、時間的に。伸びたら、伸びたりしたら、うん、帰りがね、ちょっとどうだろう、9時から配信できたらいいんですけど、そう、とりあえず見るとは思うけどね、とりあえず見るとは思うんだけど、9時から見れるかちょっとね、まだわかんないですね。なんか暗くなってきた、ちょっとずつ怖い、雨の音が、台風直撃。なんかさ、九州の方は多分本当に直撃なんだろうけど、これはその東京っていうか関東の方はどうなるか、まだこそれてほしいよね、上と下にこう行ってくれれば、それてくれればいいんですけどね。何？ジェラトーニ？え、新しいキャラクター？ディーナ・ベル。ダッフィー・フレンズに狐の女の子。狐なの？狐っぽくないけど、ピンク色だよ。ディーナ・ベルちゃん、新しい仲間だって。カチューシャ絶対可愛いの出るやん、マジか、めっちゃ可愛いじゃん。ティーナベルちゃん、新しいキャラクターすごい。名前も可愛いな。いいな。すぎるな。キツネと、いや、キツネ、でもキツネっぽくないね、全然。尻尾は確かに、これキツネなのかな。
ピンクなんですよ。ピンク色なの。なんかちょっと猫っぽい感じだけど、ジラトーニのなんか女の子版的な感じに見える。色違いかと思ったってみんな言ってる。ジラトーニの色違いかと思ったっていうツイートいっぱいだから、本当にマジでね似てる。かわいい。いいなぁ。もし、なんか、カチューシャどうなんでんだろう。絶対かわいいなぁ。ジェラトーニ似てんじゃん、めっちゃ。やばい、ディズニー行きたい。ダッフィー。ダッフィーとかジェラトーンとかのグッズも欲しいな。なんか持ってないな。でも意外と持ってないんですよね。ジェラトーンに、ジェラトーンに可愛いんだよね。あの、知ってますか、水色の子ね、すっごく可愛いの。着たくなっちゃう。いつも行きたくなってる。その通りです。もうね、いつでも行きたいんですけど、いつでも行きたいんだけど、本当に行きたくなってますね、ずっと。タクシー、昨日のオットタクシーはちょっと本当にね、タクシーロスやばい、やばかったから。でもね、日向さんもちょうど見終わったっていうか、見終わったらしくて、やばいよねってなった。最後やばいよねってなって、でリミカにも勧めましたね。リミカにも、いや見た方がいいって。なんかもうさ、普通のアニメじゃないよね、あれは。もう普通のアニメじゃない、もはや。なんかもうミステリーな感じもあって、ね、昨日か、この前髪なんの、この子何、そう、ミステリーキッス組んでもミステリーキッス、ルイちゃん怖いからな。あ、ルイちゃん怖いからね。ルイちゃんだけじゃないや、二代目三ツ矢さんが一番怖いや。オットタクシー怖い、怖いじゃない、オットタクシーやばい。急に暗くなってきた。すごい光が光ってますね、これ。ちょっと光りすぎちゃってた今。タクシーはね、
村ちゃんのねどうなってるのか心配だけど、みんな髪の毛短いの。長っちさん、バラ10本ありがとうございます。結構あれ考察見ちゃってたね昨日。考察見て、うわーそういうことかーってちょっといろいろ読んでたら面白かった。タクシーでももう続編はない感じだね。あれはないでしょ。ないし、なんかだってさ、もう最後ね、あの人間のあの感じで全員ね分かったからないんじゃないかなとは思うんだけど、面白かった。あ、アマゾンプライムで見れます。プライムビデオで見れる、アマプラで。ぜひ皆さん見てみてください。おすすめアニメです、私の。あ、めっちゃ暗くなってきた。え、すごい急に暗くなってきて怖い。電気つけよう。電気つけます。明る、急に明るくなるとちょっと目があれになるかも、みんなの明るくなるよ、明るくなっちゃうよ。見た方がいいですね、ぜひとも。ライトが、ライトじゃない、なんか急に暗くなった、怖い。え、怖い。か弱い系女子。なんだっけ、マスカレードナイト、あ、そうそうそう、マスカレードナイトだっけが今ハッシュタグね、トレンド入ってたんですけど、今日、明日公開、あ、うん、今日、本日、本日公開って書いてある。今日だって今日公開されるんだって。見たい、楽しみ楽しみ、早く見たいの。マジで面白かったからさ。マスカレードホテルは見ました。すっごい本当に面白かったんですよ、マスカレードホテル。なんていうの、そのマジでさ、それも伏線、伏線回収系なんだけど、ちょっといろいろこう考察して見ていくのが面白いんだよね。誰が犯人なんだっていう感じで、ほんとね、予想、いい意味で予想を裏切られる感じで、そう、最後まで何が起こるか分かんないんです。
スカレードホテルは見た方がいいですよ、マジで。スカレードナイト見に行きたいなと思ってます。うん、キャストの方めちゃめちゃ豪華ですね。本当に豪華、キャストの皆さん本当に豪華で、すごい有名な、ね、方々ばっかりですね。だからもう面白くないはずないハラハラドキドキ、あーそうだね、なんかうん、ハラハラするね。え、どうなんのみたいな、どうなっちゃうのってとか、そうだったよ。マスカレードホテルはでも、マスカレードナイトの方は、ね、今日公開される方はどんな感じになってるのかが、公式サイトとかに、とにかくマスカレードホテルの方は絶対見てほしいな。みんな多分本当が結構すごいいいわっていう。でもこれはなんだっけ、原作東野圭吾さんがの原作なので、もう面白いんですよ、絶対的に面白いんですよ。容疑者500人、タイムリミットは24時間って書いてある500人でやばい。容疑者っていうのは、なんかそのパーティー、そのホテルコルテシア東京っていうね、舞台となるのはまたしてもホテルコルテシア東京、前回のホテルと同じかな。でもなんかそのところで大晦日のカウントダウンパーティーに現れる殺人犯を捕まえるためにね、また潜入捜査官としてね、ホテルのフロントに立って、でそのパーティーに参加者、パーティーに参加する方が500人なんですよ。500名の方がいるから、全員仮装してたりするんだって。だから全員容疑者っていうかさ、誰がまだ分かんないじゃない、その中にいるってことだから、だからその中から見つけ出すっていうか、その中から殺人犯を止めることができるのかっていう感じですね。前回のマスカレードホテルの時もなんかね、おーどうな、これからまたどうなるんだみたいな、ちょっというそういう感じで終わったので、すごい楽しみでもあるんですよ。犯人はこのパーティーの中に必ずいるって書いてある。そう、ある日警察に届いた匿名の密告状、それは数日前に都内マンションの一室で起きた不可解な殺人事件の犯人が、12月31日ホテルコルテシア東京で開催される年越しカウントダウンパーティー、通称マスカレードナイトに現れるというものだった。匿名の方からのそのなんか殺人予告みたいなあれが届いたんだって。
顔も姿もわからない殺人犯の仮面に隠された真実にたどり着くことができるのかという ハラハラドキドキって感じではありますね。うん、怖いね。仮面をしてますね。ピエロの仮面とかしてる人いるし怖いな。うん、絶対に面白いやつ。100% 面白いやつ。出てる方々がね、ちょっと豪華すぎてね、すごいよ。見てください。とにかくマスカレードホテルを見て、最初に。そこからですね、うん、ハマると、ハマるっていうか絶対に面白いと思うから。仮面系ってちょっと怖いよね。なんかね、小さい頃はやはり仮面系ちょっとトラウマになった時ある。仮面、ピエロの仮面とか、あの、鬼の仮面みたいなやつ、鬼の仮面とか、鬼かな、鬼とか、なんかそういうやつ、仮面で怖かった。夢に出てきて、それがなんかテレビで見てたやつが夢で出てきちゃって、やはりすごい、それでトラウマになったね。アマプラで見れる、見れる。ハンニャ、あ、そうだ、それだ。近代少年の、あ、そ、あ、あ、なんか、あれもそう、なんか、なんかで見たんだよね。ドラマか、なんか。すごいね、夢に出てきて怖くなっちゃったんだよね、それで。なんか、イットだっけ？イットって映画も、ピエロみたいな顔してるじゃん、あれ。あれ見たことない。どう？見たことある人います？イットっていう映画。ああいうピエロのあれも苦手なんですよね。全然怖くないよっていう方もいるかもしれないけど見たことないな、私、怖くて。イットは怖すぎ。イット怖かった？怖いんだ、マジで。やっぱり怖いのか、あれ。見る勇気はない。ドナルドの噂みたいな。ドナルドも怖いよ、顔は。イットってどういう感じなんですか？見たことがないんだけど、どういうお話？子供がさらわれちゃう？風船、赤い風船で、なんかその イットを見てしまったら、や
やばいんだよね語彙力がやばいんだよね。とりあえずやばいんだよね。ピエロがマジで怖い。ピエロ怖そう。ホラー系は私もちょっとね、無理なんです。忘れてない忘れた。アナベル？アナベルだっけ？アナベルみたいなやつをヒジリと見たことがあるんですけど、それもなんか怖かった。最後まで見てないんだけど。あ、最後まで見たっけ？記憶ないけど、なんかアナベルも見たのにちょっと怖かった。でヒジリが好きなんですよ。ヒジリがなんか見たいって言ってて、私もえーみたいな感じだったんだけど、ちょっと見て、まあ、ちょっと頑張ってみたんで、怖すぎて無理だったね。ゾンビ系映画はほら、ゾンビ系も怖い。一緒に見てくれる人がほら、うん、ほら一緒に見れない。いやでも一緒に誰かがいればまだねあれだけど、自分から進んで見たい見たいとなりませんね。うん、なんかでもゾンビ系で思い出したけど、今日夢でね、なんかゾンビ系の夢見ちゃった。怖かったのよ。だからゾンビ系の朝起きた時なんかちょっと疲れてたもん。なんかゾン私はゾンビにならなかった、ゾンビになったとかじゃないけど、そのゾンビが どんどんなんか拡大してって街中に、で私は逃げてて、ゾンビには会ってないんだよね。でもそう、田中のせいやん田中ゾンビのせいだよね絶対に。いやそれは思った。ゾンビって言ったらもう田中ゾンビなので、それバイオハザード、マジでバイオハザードですよね。本当に怖かった。なんかそのゾンビはその直接は見てないんだけど、なんか逃げてみんなで、本当にこのその日本の街中の人たちがこう逃げてて避難してる感じで、そう、なんかね、怖かった。とにかくでも覚えてんのすごい覚えてて、お母さんと一緒になんか逃げてましたね一緒に、
主人公の殺人、ああじゃあ私主人公の殺人あの映画見に行ったんですけど、あのすん見に行ったね。見に行ったっけ？見に行ったのかな。あのとにかく見たんですけど、あのゾンビものじゃないと思ってて、あゾンビものそういうやつじゃないと思ってて、普通になんもね、その全然調べずにこう見たら、あえこういうやつなんだと思って普通にゾンビでびっくりしたね。ゾンビ出てきてびっくりした。えでも面白かったですよ、すっごい。浜辺美波さんが好きだったので見たけど、めっちゃ可愛かった。あの浜辺美波さんすっごい可愛かった、超絶可愛いので、えめっちゃ面白かったけどね。ゾンビの夢見るの怖いよね。でもゾンビにゾンビに噛まれたことはないです、夢の中で。ゾンビに噛まれて自分がゾンビになっちゃうっていう夢は見たことがありませんそういつも逃げれますね。噛まれる夢は見たくないな、怖い。バイオハザード、リアルバイオハザード起きたらあれもう、いやどうすればいいの。自分がゾンビだった経験もないんだよね。すごい都合のいいように夢が、夢の中でねあれなんだ、逃げれるんだよね、なんだかんだ。ブラピジュエンワールドオーZ、 面白そうですね。ゾンビものってね、なんか意外と見ちゃうんだよね、一人では見ないけど。お昼休み、お昼休みはウキュン、ゾンビもの、なんだっけ、新幹線だっけ、あ、新幹線って言ったらそのあれになっちゃうね、新幹線、イントネーション新幹線っていう映画、人気ですよね、人気作品じゃない。ゾンビもののね、ちょっとリアルすぎてもやだけどな、怖いよな、夢に出てくる。乗り物じゃないです、新幹線。見たことある人います？多分1シーズン1
シーズン2とかあるんだよね。ゾンビもの、ゾンビでも、今日も怖かったな、夢で。結構あれ逃げる夢結構たまに見たりするんですよね、逃げる系。夢の中で逃走中、逃走中はたまに見る、たまにね見る、小さい頃から。なんかいろんなところでね、どこだろう、ショッピングモールとか、なんか駐車場みたいなとことか、洋服屋さんの中とかで逃げてたりして、覚えてんだよね。怖いよハンター、めっちゃ怖い、夢の中で見ても怖いもん。でもさ、こっちで病院が見たい見たいっていう夢のその操作できないじゃん。この夢見たいなーって思ってもね、見れないじゃん、なかなか。夢のその操作みたいにしてみたい、なんか世にも奇妙な話みたいなさ、よくあるよね。食のためって本で読んで納得した。そうなんですか、食欲を満たすためじゃないんだ。ゾンビ怖、ゾンビのそのやつ見るとさ、本当にさ、この今さ日本でさそうなっちゃったらどうしようとか考えません？一回ぐらい考えたことない？今この状況でなんか来たら、でもお家にいたらさ、お家に引きこもっててもさ、やばいのかなって考える。ゾンビ来ちゃうのかな。行ったらいいのか分かんないですよね。パニックね、なんかやばいよね。今この日本で起きたらどこが一番安全なんだろうみたいな。地下のだな、どっか本当になんかそのシェルみたいな、なんだっけ、そっか、食べ物がなくなるもんね、そういうことだよね。あ、シェルじゃない、シェルターシェルじゃない、シェルターみたいな、なんかそういうの日本にある、
多分あるじゃないですか。そこにさ、入ってる人はさ、マジで一番安全ですよね。海の中、いやー危ない、海の中ゾンビは泳げるのか問題ですけどね。海の中でも、海の中っていうか、まあ船で海にいるか、君と世界がある日には。ね、私あれ見てないんだよ、そのシーズン2とかあったでしょ、地上波のやつしか見てない。ここが安全なの。なんかちょっと真剣に考えちゃう時あるな。夢とかね、こう出るとなおさら、あー怖かったってなるから、どこに逃げたらいいんだろう。食料とかね、怖っ、ゾンビって怖いな本当に。非現実世界のだけの話であってほしい。仕事終わって帰宅したよ、お疲れ様。アヤマヒロ、アヤマヒロ、そう、アヤマヒロ、アヤマヒロ見たんだよね。見たことあるの。山の中でサバイバル、山の中でできないよ絶対。本当にそういうとこで生き残る人たちすごいよ。アヤマヒロさ、なんか予告見たらなんか、面白そうじゃんと思って、なんか予告動画ちょっとさ明るい感じだったから、明るいでちょっとコメディーな、コメディチックっていうか、なんて言うんだろう、面白そうじゃないとか思って見たんですよ。そしたらさ、結構がっつりさ、ゾンビのさ、ゾンビ出てくるしさ、ゾンビが逃げてるしさ、怖い怖い怖いみたいな。大泉洋さん出てるやつ、そう、有村架純さんやっぱ可愛いから、そう見たいって思って。大泉洋さんも私好きなので面白いじゃん。で、大泉洋さん出てる作品は大体面白いから、見ようってなって、誰と見たんだっけな、本当に昔、結構前に見たんですけど、怖い怖いってなって、そう、普通に怖かったね。普通に怖かったです。面白い時もあったんだけど、普通に怖かった。なんか、そう、走り高跳びのゾンビ、マジであれマジでトラウマだよ。あんなん走り高跳びゾンビやばくない？でもなんかゾンビものっていうか、まあ、そういうのゾンビ系のやつ、あの、じゃあ別に怖くないっていう方はぜひ見てほしいけど、なんだあれみたいな、なんだあのゾンビみたいなゾンビが出てきます。アウトレットのとこ、そう、安全なとこにいたと思いきや、すごい跳躍力の、すごい、なんかその陸上選手だっけ、陸上選手のゾンビがいて、
ごいとこを飛び越えてきちゃって侵入してきちゃったんだよね。もうあれが怖かった、本当に怖かった。もうそう、まあ面白い時も面白いシーンもあったりしたけど、結構がっつりゾンビが出てきちゃってびっくりしました。そう、身体能力そのままゲーゾンビ怖かったな。ゾンビとかありえないから全然怖くないっていう方もいると思うけどね。なんかちょっとさ、その現実の世界でさ、こうなんかそういうの映像を見るとうわこうなっ、なんか想像しちゃうんだよね。想像しちゃうで怖くなっちゃう勝手に想像して勝手に怖くなっちゃう。ゾンビと戦うとき、戦うとき戦えるのかな、銃がないと。銃とあとなんだろう、武器。武器がないとね、素手だったらなんかやばそう。あとゾンビ系意外と見たことあるか。能力そういう時強い人いいな、本当に。格闘能力傘しか傘折れそうだな怖いな。うん、何で倒せるんだか。あ、でも自分の方にさ走ってきて走ってきちゃったら怖くない？怖いよ、自分の方に走って追いかけてきたらもうやばいよ、ほんと怖いよ。想像したくない。こういう感じくるね、怖い。あ、ゾンビ走んないのかな。あ、でもこの前やってたね、君と何だっけ、世界が終わる日にみたいな名前のドラマ、ゾンビのドラマがあったんですけど、それでゾンビ走ってたのよ。走ってたっていうかゾンビ結構追いかけられてた。あーって感じ。クリショウさん、さゆりありがとうございます。あいつはゾンビになったの可愛いと思うゾンビになったら面影なくなっちゃうんだよ、怖い。ゾンビってこういう、こう、あ、走らないイメージだけどね。バイオハザードとかもやばいよね。よく金曜ロードショーでやっててね、小さい頃割と見てた。
金曜ロードショーでやりがちじゃない？バイオハザード。今のやつは普通に遊べます。あ、そうなんですか。え、今のす、え、今は普通に走るんだ。やめていただきたい。ゾンビは走らないで。ゾンビ走っちゃったらもうそれは厳しいよ。時代とともにね。ちょっと進化は聞いてないな。ゾンビの進化聞いてないな。勝ち目なくなります。圧倒的不利になっちゃう。ウォーキングデッド、ウォーキングデッド見たことないんです。だってさ、あれシーズン長いよね。そこかよって感じ。シーズン長いの。私も最初見ようってね、自粛期間の時思った時あったんですけど、調べたらすごい、あ、長いんだと思って。いや、気になるけどね。そのゾンビのやつでしょ。なんか結構人間味あふれる、なんか物語的なストーリーなんですよね。裏切る人がいたりみたいな。ウォーキングデッドはでもどう、見たことある人いますか。面白いとは思うんだけど。150話ってやばいよね。私もヒロアカ見ようとして111話って聞いて、あ、無理だ。ゾンビより人間が怖いです。そういう感じか。人間の怖さを知ってしまう感じか。いや、クイーパッド脱落しました。私もヒロアカ脱落しましたね、シーズン1で。でもな、そうだよね、長いですよね。長すぎる、本当に長いね。長期的な休みがあったら見るかもだけど、結局人間が怖いっていう話を繰り返すだけ。辛口コメント。ゾンビは夜行性みたいな、え、そういう、なんなんだろうね。もう人間じゃないから、あれは人間じゃなくなっちゃってるのでね。その朝とかはいないかったりするんだよね、確か。あんまりワンピースとか、いや無理ですね。ワンピースとかさ、ドラゴンボールとか、なんかもう素敵な作品ばかりだけど、ちょっと一から見るのはな、大変だよね。でも見たいなって思うのいっぱいあるんですけど、集中力持たないし、結構なんか長いシーズンが多いやつはちょっと、まあ見る、最後まで見れたら見るのは
ちょっと自分との戦い的になる。本当に好きになって、本当に好きでもうハマっちゃったら、もう沼っちゃったら、もう多分もうバーって見るのかもしれないけど、その沼るまでに時間がかかる系の作品は、その我慢してって感じだよね。最初のこう最初の部分はやっぱ我慢する時もあったりするから、そこでね脱落しちゃうんですよね、いつも。まあ登竜演奏今やってるからね、全然まだまだ追いつけるんだけど、なんかなんていうの、1期2期3期とかいっぱいシーズンが多いやつは大変、追いつくのが本当に大変だけど、それだけ続いてるってことはやっぱり本当にめちゃめちゃ人気だし面白いっていうのはね、そう確実に面白いとは思うんですけどね、追いつくのが本当に大変。リミカハマってますよ、同じく最初ドラケン推しって言ってたけど、私も最初ドラケン推しだったんだけど、そうドラケン、いやマイキー、一番最初マイキー、それかわいいってなってかっこいいってなってマイキー、でもドラケンの性格の良さとか知って、わドラケンは最高だってなって、その後その後あみちゃんはかっこいいなってなって、その後ちふゆ、あちふゆがやっぱ一番美女的には、まあ、優勝だなみたいな、ちふゆ美女最高だなってなって、今現在はみつや、またみつやがその強いしかっこいい、髪の毛短髪似合ってるのし、ピアス似合ってるじゃん、なのになんかそういう家庭が強い系男子っていうギャップがへーってなっちゃって、もう最高ですね。三ツ矢のそのギャップにやられてます今。なんかそのミシン扱えちゃう系男子はすごいじゃん。で女の子とかで他のねその女の子にこう優しく教えてあげる姿を見て、あ拍手ってなっちゃった。ギャップ萌えです、本当にギャップが素晴らしくて、特攻服作ってほしいって、ね、作ってください。本当にね三ツ矢がかっこいいかっこいい。パーチはちょっとねちょっとね、バジ君とバジ君とちふゆのなんか、うん、あの感動的なエピソード、あ感動的なとこシーンもすごい泣けましたね。シーン壊しちゃう系だし、うん、逆にいつもしっかりしてるのにマミシンとかはちょっと弱くて壊しちゃう系男子っていう、そのギャップもいいです逆にね、逆を言うとそういうギャップ大切。バジさん、でもさそうね、バジさんなんでってなっちゃう。バジさんほんとでもかっこよすぎる、バジさんマジでかっこいい、お手紙書く系な書いちゃうんだみたいな、そういう可愛いところもあるんだみたいな、みんなギャップがすごいんだよな。
だよ、みんなギャップやん、 ほとんどみんなギャップ。ドラケンとかもなんかこわもてなのに、あの彼女を大切にしてくれるみたいな、なんか意外とちょっとまあちょっと、うん、冷たい感じなんだけど、まあ、彼女のことをちゃんと思ってて、そう実はねみたいな、まあ、ギャップですね。皆さん素晴らしいギャップをお持ちで、うん、そこみんなそういうのは弱いです。世の女の子たちはギャップというものに弱いですね。いいように解釈します。何でもポジティブなあれに変換。ツンデレツンデレツンデレ、デレな時ないか、ドラケンないよね。デレな部分があんまない。なんでしょうね、ギャップ欲しい。ギャップ欲しい。こっちだろうやった、絶対パチュア。やば。パチュアね。いやでもそのなんていうんだろう。いやいい人そうだけど、いい人だとは思うんだけど。そう結構ボコられちゃってたから。結構ボコられちゃってたね、あの時ね。もうちょっと強くあってほしかった。コスプレ界隈最近、いやーみんなコスプレしてますよね。マイキー、マイキーのコスプレされてる女性いたりするんですよ。女性でまえぐいぐらい、えぐいぐらい綺麗でかっこよくて、あれはちょっと惚れちゃいますね。本当にかっこいいの。初見さん、夏目館のファンです。ありがとうございます。いいやつなのはね、わかります。通りでコスプレされてる方いっぱいいるね。一時期はもう鬼滅ばっかだったけど、鬼滅のコスプレで溢れていましたけども、今ちょっと通り部多いね。そうかっこいいよね。そのレベルがすごい。コスプレのガチの方とかマジでもうめっちゃそっくりなの。メイクとかめっちゃ寄せてるし、すごいなと。ガチでメイクとかさ、メイクとかも全部込みで、でもガチのコスプレしてみたいけど、すごいよね。かぶ、なんか髪型とかもね、すごい。
ひじくん、竹道ひなちゃん、おじさんありひじりにひじりやばい。あのひじりはねバジさんなの、髪型はバジさんなんすよ。あれがちふゆのコスプレ、ちょっと男装みたいな感じで男の子のコスプレをちょっとして、バジさんっていう感じしたいな。そう、相性ディミカのやつです。あ、もうそろそろ2時になるので終わろうかなね。髪型バジさんやばい、本当に面白いパワーワード。13位、ナズワンさん。12位、ターくんさん。11位、ニシプーさん。10位、ノーさん。9位、ノッツさん。8位、ナオさん。7位、ひろゆきさん。6位、ミュウテンさん。5位、スミスさん。4位、ヌマッツさん。3位、ナガッチさん。2位、クニショウさん。1位、ホグピグさんです。ありがとうございます。皆さんお昼配信ありがとうございます。ミュウテンさん、ファイトありがとう。皆さん、ね、まあ、福岡に住んでる方も九州に住んでる方も台風がちょっとやばいっぽいので気をつけて、私も本当に気をつけたいと思っておりますけども、外出される方は本当に気をつけて、私も気をつけたいと思います。はい、夜はそうですね、帰ってきたら配信をまたしたいと思います。のでお付き合いください。今日の夜もね、愛知、あ、もうそろそろ終わっちゃう、もう終わっちゃうけども、みんな午後も頑張って、お仕事の方も頑張れ頑張れ。今日金曜だから、金曜、今日頑張ったらもうやばい、あのもうね土日が待ってますから。台風直撃初めてじゃないです、直撃初めてじゃない。はい、お気をつけて皆さん。じゃあねー、またねー、ありがとうございました。